井上哲次郎から1944年12月7日は、明治時代の日本の哲学者、詩人、郷和、辰巳犬、通称、井野明、筑前国生まれ、西洋哲学を日本に紹介し、帝国大学で日本人初の哲学の教授となった。また、東洋哲学研究の開拓者でもあり、政治的イデオローグでもあり、身体主運動の先駆者でもある。 大東文化学院総長などを歴任した、旧姓、船越。筑前太財府に、医師、船越春たちの三男として生まれ、明治元年博多に出て、英語を学び、1871年に、長崎の英学塾幸運館に入学。1875年、東京海正学校に入学。1877年、東京大学に入学。 哲学及び政治学を専攻。1880年、卒業、文部省御用係になり、東洋哲学史を編纂し始める。1882年東京大学助教授。同年富山正一、谷田部良吉と、新大師匠を勘告。1884年ドイツに留学。1890年帰国、東京帝国大学文学部哲学科教授。 1891年博士授与。1895年東京学士会員会員に任命された。1898年東京帝国大学文科大学学長。1923年大官東洋大学教授。1924年10月から1925年11月まで初代の貴族院帝国学士委員会員議員を務めた。 1925年には、大東文化学院総長に就任した。1927年、我が国体と国民道徳で、三種の神儀の内見と鏡は失われており、残っているのは模造であるとした部分が、東山三つら国家主義者から不敬だと批判され、発禁処分となって公職を辞職。刑事上などの歓約後の公安者でもある。 1881年初版の学術用語集、哲学寺では、主編者を務めている。篠の原博山から学んだ仏教にヒントを得て、現象即実在論を、井上遠良らと共に提唱した。国家主義の立場から宗教に対する国家の優越を主張した。キリスト教徒の内村鑑三が、教育直後報読式において、天皇神筆の署名に対して、 再敬礼しなかった不敬事件に際しては、キリスト教を激しく非難し、植村正久と論争した。またそれ以外にも、体制側のイデオローグとして、明治日本政府の道徳主義の思想会における切り込み隊長となった。しかしながら、国民道徳としての教育直後には限界を覚え、世界道徳を特に至たり、現象即実在論を援用して、国民道徳と、 世界道徳との矛盾を解消しようとした。井上の監視、公女白菊氏は、狩りに行って、行方不明になった父をした公女を歌った詩である。これは、西南戦争の住んで間もない1880年から1881年頃、井上が、ドイツ留学を阻まれ、憤慨やる方なく、空想の赴くままに書いたフィクションの詩であり、 1884年発行の辰巳憲章に再録されている。これに刺激を受け、落合直文が工女白菊の歌を作り、全国的に官類を呼んだ。独薬英訳もされた。現地の阿蘇には石踏みや墓などが関係ないところに作られている。井上はドイツ留学時代にゲオルクフォンデアガーベレンツ宅で知り合ったカールフローレンツにも、 公助白木氏の解説をした。フローレンツは、井上の勧めで来日して、東京帝国大学のドイツ語教師となり、ドイツにおける日本学研究者としても活躍した。井上哲二郎。ありがとうございます。